ありがとうございました。いらっしゃいませ。会いに来てくれたと？もしかして私のこと気に入ってくれたとかいな。頼む？この前相談したこと覚えと？ああ。そうそう。実はそのホストについて悪い噂ば聞いてしまったと。なんだ？そのホスト、スバルさんって言うっちゃけど、実は裏で極道と関係のあるらしいっちゃ。そうか。そうかって、え？まずいんじゃない？何？それはそうやけどさ、相談する相手ば間違えたかも。客の女の子に無理にお金ば使わせて、お金が足りんごとなったら風俗ば紹介したり、借金ばさせたりしてでも指名ば稼ぎようしゃとか。まったく。しかも初めから全部そっち系の人とグルになってやりようとって、そのこと二人に教えた方がよかよね。ああ。本当？よし、決めた。今度会った時に話すけん。ばってん、ちゃんと信じてもらえるかいな。ほら、吸い取る人の悪口ば言うわけやない。いや。キリュウさんに言ったら、なんか本当にそげになるような気がしてきた。ありがとね、キリュウさん。今私ね、キリュウさんのために新作の料理ば作りようと。おお。それは秘密たいな。あ、ヒント？じゃあ和食である。イエスね、ノーね。いいや。正解。私の夢は洋食屋を開くことやもんね。キリュウさん、よう覚えとったね。したら第2問。温かか料理である、イエスかノーか、さあどっちね。ああ。正解。寒い季節にはぴったりの熱々手料理ですよ。そうか。
それじゃ張り切って第3問。キリュウさん、なんか中ね。おいおい、だってもう思いつかんもん。キリュウさんがなんか質問ばしてよ。それじゃあ、そうきましたか。どうだ。の。なるほど。さあ、そしたらそろそろ回答の時間帯。私が作りよう新作料理はなんでしょう。わかった。おお、大当たり。よくわかったね。さあな。今までにない新しく味のビーフシチューば作るけん楽しみにしとってね。なんだ。キリュウさんの顔ば見とったら大事なコツば思い出したと。ん？私この間違反切符切られたと。反則金払いに行かないか。あー憂鬱たい。なんだと。あの時間帯制限のある一方通行ば逆走してしまったと。ああ、そうたい。あーショックばいつも通りを道あったけん全然気にしてなかったと。そん時だけたまたま遅か時間で。それにしてもこれでゴールドが遠のいてしもうた。そうたい。免許取った時から絶対ゴールド取ってやるとって頑張っとったっちゃから。そうか。よし、頑張るぞ。キリュウさんも事故起こしたらいかんとよ。ああ。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。今日もありがとう。またね。